やっほー、あやです。はい、今回はですね、インスタグラムで恋愛相談を募集したんですけど、まあ、あ、やばい、LINE が。ねえ、ちょっと待って、私のさ、前の YouTube さ、見てた人いる？これの1個前の動画なんだけど、同窓会に呼ばれないっていうね、話してたんだけど、今 LINE 来た。イエイエイ。今回インスタグラムでね、恋愛相談受け付けますみたいなやつを募集したのね。でもたくさんも来て、本当にみんないろいろ悩みを持ってるんだなって思ったんですけど、私こう見えて恋愛経験とか、なんていうの、人に恋愛を相談するレベルの人間じゃないんですよ。で、恋愛を語れるような人間じゃないので、どうしようと思って、で今友達もいないし、どうやって乗ろうかなって考えた時に、私思いついちゃったんですよ、いい方法を。何かっていうと、斉藤さんで一緒に相談乗ればよくねやと思ったんですよ。斉藤さんを使って恋愛相談の回答を一緒に、斉藤さんの相手と一緒に相談に乗っていこうと思います。はい。っていうかさ、斉藤さんでさ、お話ししながらさ、インスタグラムって開くことできんのかな。これ斉藤さんの相手に聞いてみよっかな。一回電話かけよう。ちょっとなんか緊張してきたんだけど、どうしよう。なんか久しこういうの久々すぎて、なんか緊張してきた。もういっか。待って、この音超久々なんだけど。は？みんなと繋がんないんだけど。あ、もしもし。こんばんは。こんばんは。質問なんですけど、はい、この斉藤さんを開きながらインスタグラムって開くことできるんですか？あ、できます。じゃあ、はい、何歳ですか？23ですね。23。じゃあ、それでは恋愛相談に乗ってもらいたいんですけど、いいですか？おいくつですか？25です。はい、これ相談相手になる？はい。あ、じゃあ22です、私。それでは、相談していきますね。彼氏がデートに誘ってくれません。自分から誘う勇気はありません。どうすればいいですか？アピールする。アピールする。どうアピールすればいいんですかね？遊びたいなとか。ああ、その自分から言うんですね、うん、なるほど。あ、あ、まちゃ、あ、危ない。ちょっと待って誰かどうの？あ、いないです。好きな人とずっと DM が続いてるんですけど、何も進展しません。どうすればいいですか？自分から動く。どう動くんですか？それらしいことを言っていって、それでも進展なかったら、もうド直球で言う。ああ、もう遊びたいとか、なるほど。はい、じゃあ次。女子校育ちで男性とうまく話せません。コツを教えてください。コツ、うん、普通に同性みたいな感じで喋りに行く。ああ、なるほど、いいアドバイスですね。いつ写してよ。え、なんか写して。ああ、それできないんですよね。すいません、切られた。は、なんか写してやって。ただの変態親父じゃないかい。23歳。でも意外と乗ってくれたよね。なんか自分からアピールするとか言ってくれたので、どんどん行きますね。あ、私の恋愛、私が悩んでる風にしよっかな。あ、ダメだこいつ。トップガが無言で上か下か見せてって書いたので、こいつダメです。こいつダメです。はい、これさ、なんか普通の人いないわけ。カメラ風に電話でいいのか。あ、10代だよ。こんにちは。こんばんは。女の子？あ、女の子です。おー、初めて女の子と当たった。あ、本当ですか？はい。私電話してる理由があって、恋愛相談をしたくて私電話してるんですけど、乗ってもらってもいいですか？いいですよ、うちでよかったら。 ありがとうございます。じゃあ行きますね。あ、言いますね。好きな人が同じクラスで後ろの席なんですけど、どうやってアピールしたらいいと思いますか？後ろだったら、渡すときにちょっと声かける。はい、見れる。あー、ちょいアピールみたいな。なんかあまりにもしすぎるとバレちゃうから、ちょっとずつ、その仲を深めるたびに、はいみたいな。自然にね、なんかちょっと目合わせてみたりみたいな。で、ちょっとずつ進
ていくのが一番いいかな。あーなるほど、なんかちょっと目合わせてなんか、うん、あこれみたいな感じでアピールするみたいな。うん、あいいですね。えじゃあもう一個いいですか。いいですよ。付き合ってないんですけど、はい、なんか2人で何回も出かけたりするのは 脈ありだと思いますか。うちは脈ありだと思う。え本当ですか。えなんでですか。 なんでそう思うんですか。うちそれで芽生えたから。えー、嘘。えそれで付き合いました。付き合いました。うんイエイイエイ。だからちょっと応援したい。うんありがとうございます。応援してください。えっていうか何歳ですか。え何歳、何歳なんだろう。え10代です。高校生。はい高一。高い、あ、高一です。あ、同い年です。あ、本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。え、なんて呼べばいいですか。え、ジャイコで。ジャイコちゃん。じゃあもう一ついいですか。いいですよ。彼女をいる人を好きになってしまったんですよ。でも諦めるべきか頑張るべきかどっちだと思いますか。でも1ヶ月、うん、2ヶ月はちょっとアピールしてみ。あいいですかね、アピールして。いいと思う。でえでもかえ彼女いるんですよ。でもえでもさ、いつ好きになるかなんて分かんないじゃん人。うんうん。だから、うん、やっぱ少しはアピールして、うん、無理だなって思ったら諦める、うん、あーなるほどね。そんな最初から負け越しはダメだよ。確かに確かに。えじゃあそのちょっとアピールしてなんかそれでも無理そうだったら次みたいな。そうそう。あーなるほど。1ヶ月頑張ってみて、うんうんうん、ちょっとこいつは無理だなって思ったら、うん、ちょっとまあ新しい恋を見つけるのがいいと思います。あーなるほど。じゃあちょっとこの1ヶ月2ヶ月ぐらい頑張ってみますね。頑張ってください。会ったら友達かなって思うけど離れるとその人の考えちゃうみたいな感じ。これって恋ですかね。恋ですね、それは。え、恋ですか。恋です。え、嘘。なんかでもなんか喋ったらなんか、え、友達みたいな感じですよ多分。恋、あの友達以上恋人未満の関係。あ、やばいやばい、キュンキュンする。でもなんか恋でいいと思う。え、でもなんか友達のままでいたいみたいなところ時もあるじゃないですか。なんかこれで告ったりして、うん、なんか変な関係になるのも嫌ですし、うん、みたいな、っていう時、どうすればいいんですかね。え、どうなんだろう。なんかうちはそういう時見守ってた。わかんないじゃん、まだ、うんうん、彼氏になりたく、彼女になりたいけどなりたくないっていう時は、うん、あのまだちょっと自分の中で整理つくまでずっと待ってた。あー、なるほど。なんか告って後悔もしたくないし、うんうん、告らなくて後悔もしたくないから。あーね、時間を作るのがいいと思う。なるほど。いつ何どこで何があるかわかんないから。あ、そうだね。え、でもなんか私のダメなところがあって、なんか相手のなんかダメなところばっか見ちゃって、なんかたまに引いちゃうみたいな時あるじゃないですか。そういうのって どうすればいいんですかね。でもそれ、うん、なんていうの、付き合ってれば出てくることじゃん。だから最初に受け止めといた方が多分自分には楽になる。あ、だからそのこの人はこういうところがダメだからちゃんと心の中にしまっておこうみたいな、うん、そうそう。だけど、うん、こういう裏面に対してこの人はみんなに優しいとか。あーね、あ、いいところも見つけるみたいな。そう、あのこうに見つけていくとちょっとうまくいくと思う。あー、なるほどね。え、恋愛マスターですか。全然。まだ相談してもいいですか。いいですよ。なんか好きな人と何を喋っていいのか分かんなくて話しかけられないんですよ。あー、どうすればいいですかね。どうなんだ、そういうとこ分かんないよね、ちょっと。あー、分かんない、逆に。そう、でもなんか、うん、宿題を終わったみたいな。あー、自然に、ちょっと自然に振る舞うのが一番いい。あー、確かに。なんか学校関連のこととかみたいな。そうそう、なんか夏休みだったとしたら、うん、遊んだみたいな。あーね。それか、なんか今度みんなどっか行こうみたいな言って誘う。あー、いいね、それ。遊べちゃう。ちょっとずつ距離を縮める、うん、あー、なるほど。喋る会話とかってなんか全然出てこないじゃないですか。なんか好きな人の前だと緊張しちゃうし、だから自然にそこら辺の話題を持ってくる、うんうん、ああ。
それかコロナやばいよねみたいな。あー確かに確かに、なんかかかったらやばそうみたいな話すれば、うんうん、コロナのおかげでちょっといいコロナマジックがねできるんですね。コロナいいよね。コロナ、あー確かに確かに、コロナ話題になれるしね。えマジ今日出たじゃんみたいな。あー今日何人だから怖くないみたいな。何人昨日出なかったねみたいな確かに。じゃあなんか好きな人に既読無視されたらその後どう頑張ればいいですかね。そういうのな、なんかそういうの悩むよね。うん、なんか返す言葉ないじゃないですか。だって既読無視って、うん、自分からもう本当に話しかけに行かないとダメだから。うちどうしてなんだ。そういう時はもう距離置いてたの。あ逆にね、逆にちょっと置いてたかな。あ今主さんはどういう恋愛してるんですか。いや普通。普通？普通。付き合ってどんくらいなんですか。どんぐらいなの。1ヶ月ぐらい。おお、ほやほや。ほやほや。ラブラブですか。全然。なんでなんで。なんでだろうね。なんか人前でそういうことをしないから、うん、ああ確かに確かに。彼氏どんな人なんですか。バレー部。かっこいい。でもかっこいいっていうよりは可愛い系よな。ああ可愛い系タイプなんだ。あの仕草が可愛い。ああいいねいいね。仕草可愛い人いいですよね。マジ可愛い。なんかさ、昨日、その実習行って、その女の子の友達を呼んだんよ。うん。そしたらそいつ来て、うん、彼氏がね、うん、やーだよね内心めっちゃラブラブじゃないですか。なんでお前来たとか言ってたけど、うん、内心は嫌いよ言わないんだそういうのあんまり。内心はその学校だから。あ、ツンデレ。あ、そこだけちょっと隠してみたいな。なんていうの、学校では付き合ってるってことを言ってないから。あ、そうなのやばくない？なんかさ、ドラマみたいじゃない。なんかうちのクラス12人しかいないよ、高校なのに。どんなとこ住んでんの。じゃあなんか、その高校の学科があって人気なくて、あ、なるほどね。だって園芸とか福祉の方だから。あー、なるほど。男子が1人しかいないよ、うちのクラス。やばで、その男の子だからなんかいろいろあるじゃん、女子って。うん。その人と付き合ったの、一人の男の子と。そう。勝ち組じゃない、結構。やるじゃん、テクニック持ってんだね。だから今まで言ったことを私はしただけよ。あー、なるほどね。さっきのそのアドバイスしてくれたことを頑張ってやれば私も付き合えると。もしかしたら。頑張ります。頑張って応援します。ありがとうございます。それじゃあ切りますね。はい、ありがとうございました。あ、うん、バイバーイ。いい子じゃない、友達になれそうだった。でも聞いて、私さ今19じゃん。あの高1の子にアドバイス高1の子にアドバイスされてたみたいな感じだよね。なんかめっちゃ楽しかった。女の子が来るとやっぱいいね。なんか見ず知らずの子と話すからすごい楽しかった。しかも私も楽しく話せるし、みんなのこの悩みもあの解決できちゃうっていう、あの高一の女の子のおかげでみんなの悩みが解決されました。もうウィンウィンな感じですね。はい、皆さんあのね、またこの恋愛相談、あの私の恋愛相談もいつかするんですけど、やっぱこういうね、私ってやっぱあのバカだから、なんか何この人みたいな、なんか全然アドバイスになんないんだけどみたいになっちゃうから、やっぱなんていうの、こういう高一の1ヶ月前に付き合ったばっかの女の子に聞くのが一番です。はい、私ね全然恋愛してきてないので、中町あやの彼氏募集中ということで、あの概要欄までお願いします。ということで終わります。せーの、バイバーイ。